作家の伊沢元彦です。10月1日から小学館のウェブマガジンブックピープルで逆説の世界史を新連載させていただきます。基本的には逆説という言葉をつけましたから同じコンセプトなんですけれども、それぞれの歴史、例えばヨーロッパの歴史、中国の歴史、あるいはイスラムの歴史って専門家いるわけですけど、じゃあそれを全体通して見てる人って実はいないんですね。やっぱりね、基本的には文明論になると思うんですね。で、この文明論の分野では有名なアーノルド・トインビーという人がいまして、一つの型を作ってるわけですけれども、やっぱりね、人間っていうものはどうしても自分の生まれ育った環境、特に宗教ですよね、その視点でものを見てしまうっていうことがあるわけですよ。で、だけど僕は完全に自由ということを言えるかどうか分かりませんが、そういういろんなしがらみを外して、できれば宇宙人として地球文明をどう見るかみたいなね、形でいろんな文明をやり、で最終的にはその文明というのは一体何だろう、なぜ衰退していくのかっていうのはね、これは特にエジプトなんかそうですよね。数千年もピラミッドを作るほどの技量が力量のあった文明が結局衰退してしまった、これはなぜなのかっていうことをね、僕なりに探っていきたいと思ってます。逆説っていうのはですね、一番のポイントを言えばこういうことだと思います。つまり普通の人は歴史の専門家の方が歴史をきちんと見られるというふうに思ってるだろうけれども、実はそれは大きな間違いで、歴史の専門家だからこそ見逃してしまうことがいっぱいあるんだと、素人の方がいい歴史を書けるんだよっていう、そういう自負を込めたタイトルですね。その理由にも関わってくることなんですが、一人で日本史の全体像を見ている、通史を書いている人がいないっていうことですね。ですからそれは誰かがやらなければいけないだろうと、大げさに言えばそういう使命感のもとに書き始めました。歴史の専門家ほど歴史が分かっていない人がいないと。